余談の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ高田流左翼、おっとおっと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 、これはゴリゴリ金しますよ。ただ左翼ですからね、これ玉左に行くんですよね。さあそれがどうなるかっていう話があります。相手受けてこないな、行ってみるか。はあ、ははあ、そうやって受けるんですね。なるほど、じゃあ角打ってみよう。まあ打てるか、もう一回打って、どうされるんですかね、下からね。でもまあ飛車なれるんだったらこっち的には満足です。満足、一本満足、満足、一本満足、は最高最高です。よし、これは割とこちらが有利なのではないでしょうか。どう思いますか皆さん。ちょっと玉囲う、これゴリゴリ囲い、久しぶりにやった、お久しぶりのゴリゴリ囲い。これは角じゃない、竜で取ったら88玉じゃないわ88角ってことかな、そういうことよね多分。2分、そういうことだろうっていうやつですよね。まあ、取ってみよう、ちょっとわからん。あ、銀打ちするんですね。これ角打ちが激痛なんじゃないか。あ、これ決まったっぽい、これ決まったっぽいぞ。これ玉守ってきたら金取ればいいんで、これ決まったっぽいな。これ投了ですね多分。あ、そうですね。お前には物足りん相手じゃったかの。ありがとうございました。お前が後手だ。三段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ筋違い角、嫌な予感、よろしくお願いします。おっと、一手損角代わり、おっと筋違い角じゃなかった。いやこっからやってこないよし、行くぞ。ゴリゴリ金だ。ゴリゴリ金なんですけど、お相手がなんか、ちょっと高めに受けてきたな。高めに受けてくるのやめて。高めに受けてくるのやめてほしいな。いや、大手飛車ない。大手飛車ラインないかな。うついてみよう。銀で取れ、そんなことはないね。これ金出て55でいいんじゃない。2分30秒、金出て55でいいんじゃない。大手飛車、大手飛車決まっていきましたが、なんか飛車封印されそうだな。まあいいや。金打ちってこと？まあ、金打ち別に、いや金打ちきついか。2分。きつくないこれ。これはこれできついんですけど。飛車が死んでしまうな。銀引くそんな手ある？桂馬飛ぶ？どうしたらいいのどうしたらいいんですかこれ。1分30秒、でも打ってみるか。
同金、同金かきちいな、冗談がきついわ。角に働きかけていきたい、そんな気持ち。角が、あ、金上がりでいいじゃんこれ。あ、ラッキー、危ねえ、今のは危なかった。いやでもこれも微妙ですね、これすごい微妙ですね。これどう、同桂しかなくない。いや引くか、引いてみよう。いや怖いんですけど死ぬほど怖いんですけど、くくってみよう。死ぬほど怖いんですけど、桂馬飛び1分からの桂馬なりでどうすか。よしよしよし、道は開けた、道は開けたぞ。これはなんか良くなった感がある、なんとなくですが。相手不義入れだし、あえてここに行く、こういう場で。いやでも相手ちょっとなかなか逃げられちゃうんだよな、なかなかどうして逃げられちゃうんです。打って、うわーすごい手きたわすごい手飛び出したわ、なんなんだこの手は。打つしかないじゃん、よっしゃ取っとこう。30秒、隠れこい隠れ。いやですかですか、しょうがないねこれは。20秒しかない、詰めろ、これは強者、詰めろ、これ取る、詰めろ、詰んだ、勝ちました。あー危なかった、ビクトリー、マジで危なかったわ。ありがとうございました。お前が先手だ。3段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、台振りゴリゴリチャンス、台振りゴリゴリチャンス、台振りゴリゴリチャンス、よし行くぞ。さあ、ゴリゴリ金よろしくお願いします。これ1回取るで、振っとく、うん、だからここの一歩交換されるのはそんなに好きじゃないですそんなに好きじゃないんですけど、相手から引いてくれたんでここに打てる角が、これはラッキー。あー、その対応は知らないわその対応は知らない。とりあえず端歩ついていく。まあ、角は相手も遊んでるんでね、全然いいですよと強がってみる。2分30秒、ちょっと強がってみたい年頃、そんな感じです。まあここかな、
さて、どっから行くか。一回金上がっとくか。角を引いておこう。ですね、どっから行くかって聞かれたら端歩を突きたいんですけど、2分どう思います？一歩どっかで欲しいんですよね、正直。いやー、これどうしたらいいんですかね。横歩が、一回交換しとくか。一回交換しよう。一回交換してちょっとまた考える。ちょっとここで考える。こうかな。やはり狭い角を狙っていくのがいいんじゃなかろうかと思います。まあ同桂なら金入ってみたいな。あ、同玉。同玉はもう強者で行きたいですね。あー、逃げるんか。逃げるのか、逃げるのか。また言ってるわ。いや、角の位置が悪いな。歩打ち、そうね、歩打ち1分、歩打ちかな。歩打ちして飛車寄って入って、橋攻め合戦ですね、これは。でも相手から早い攻めないと思うんですよね、正直。つまり勝ちなのでは。これは一回受けておくか。一回受けとこう。一回取っとこう。こうして。そうね、こうなるよね。これしょうがないよね。ちょっと飛車が邪魔すぎる。飛車の働きがすごすぎる。飛車の働きがすごすぎる、もう。相手の。めちゃくちゃ働いてるわ、あの人。すごい働いてるわ。どうするこれ。いやー、ちょっと飛車取っておけばよかった。いやー、そんなことはないか。飛車当たりになってるもんね。よし、飛車当たり。金打ちは右上に行きましょう。で、飛車取ってしまえばこれも取るよ。で、桂馬打ち見せておく。これが割と嫌なんじゃないのって思いたいんですけど、そうでもないんかな。そうでもないか。一回取ろう。30秒。桂馬打ち。いやー、これちょっと無理か。無理があるか、さすがに。角打ちして、これ取る。いや、これは詰んだんじゃないんですか。詰んでないか。詰んでないのか。詰んでないわ。あ、詰んでないわ。あ、最初からここに打てばよかったんじゃないの。あー、ミスったかも。うわー、やらかしたな。ルーズ。ちょっとやらかしたんじゃないの、今の。願いを叶えてあげよう。急降下してるんじゃない。困ったらまた助けに来るぞ。急降下してるやん。やき、頭金やん。わあ、もう最悪だわ。頭金から勝ってるじゃん。しかもこの辺もなんか良かった。これなんかあったの？任せろ。
73桂成先手勝勢です。いやーむずそうなるんか。いやー強い。いやー不甲斐ない。どっちかというと不甲斐ないですね。はい、ありがとうございました。